パルマ大聖堂と洗礼堂を円形パルマ大聖堂はイタリアエミリアロマーニャ州のパルマにある大聖堂。正式名称はコティドロレイディサンタ、マリアーサンタである。パルマのドゥオモ広場の東側に面して立ち、広場の南に洗礼堂、西には司教館も併設されている。2006年に剣道900周年となった大聖堂である。パルマ自体、 13世紀の典型的な都市の姿を最も完全な形で伝えるとされ、その中でもイタリアロマネスク建築の代表の一つともされる建築物で、これらを一つの構造に見立てる観点もあることから、本校ではこれらの併設施設についても触れることとする。また、パルマ大聖堂の説明には必ずと言って良いほど、言及される建設に関わった一人の彫刻家についても扱う。 現在イタリアと呼ばれる地域の北部における中世、コムーネの黎明期である11世紀中頃に司教カダロによって着工され12世紀末頃に現在の姿になった。祭壇の性別はパスカリス2世により12世紀初頭に取り行われ、その後地震による工事への影響はあったものの1170年頃に一旦の完成を見る。 先霊堂と司教館も含めこの時期に建設されたが、その後も増築及び装飾は継続される。一旦は完成しても断続的に改修、増築が行われている。大聖堂のファサードと首労外観は基本的にロマネスク様式のまま保たれているため、後世の派手さと無縁な落ち着いた雰囲気であるが、 一旦内部に入ると一面がルネサンス期のフレスコ画で覆われており、この対比について言及されることもある。以下にその外観と内部を解説する。外観大聖堂本体の構成はよくある。バッシリカ建築である。ファサード、すなわち西面は広場に面しており、その左岸でできた外観は上から順に三層のアーケード及び戸口で構成される。戸口はつあり、 中央には13世紀末に増築されたプロテュルムが付属している。このプロテュルムについては、後日の洗礼堂に配置されている彫像を移設し、もっと大掛かりなものにする計画があったとの説もある。最上部の屋根に沿ったアーケードを連ねたギャラリーは、ロンバルディア装飾から発展したもので、この地方やロンバルディア地方によく見られる装飾である。この装飾は、ピサ大聖堂などがある。 トスカーナ地方にも影響が見られるもので、小人ギャラリーとも言われる。13世紀末には、レンガ作りのゴシック風の小塔が建設され、ファサードにアクセントをつけている。このようなファサードに付属するタイプの塔は、教会堂の姿を華やかにするため10世紀以降の各地で好んで建設されるようになった。プロテュルムは、ギャラリーも参照。 内部西側から入ると内部はまず三牢式であり、振動は上からクリアストーリー、トリビューンそしてダイアーケードという構成になっている。その先には翼楼、内陣、後陣と続いている。地下にはクリプトも設置されている。天井には交差ボールとが連続している。そしてその天井と壁面は16世紀に複数の画家によって描かれたフレスコ画で一面を 埋め尽くされている。中でも、地上25メートルの塩害に4年の歳月をかけて描かれたコレッチョによるルネサンス絵画である聖母飛翔天は天井画の一つの完成とも評される特筆すべき絵画である。洗礼堂パルマの洗礼堂は、歴史でも時期について軽く触れたが1196年から1216年頃の期間に安定ラミにより設計。 建設を主導されたと言われる。本説でも大聖堂を同様に、外観、内部と順に解説する。外観広場の南には大聖堂と隣接した、洗礼堂が建っている。形状は八角柱で高さは35メートルあり、外面はピンク色の石材で表面を仕上げられている。この外観は、日本の福岡県にあるホテルイルパラッツォのモデルになったとされる。 外観の特徴は大聖堂と同じようにギャラリーが多層構造になっており、そのさらに最上部はブラインドアーケードで締めくくられている。このブラインドアーケードを構成するアーチは戦闘アーチであり、また屋上にある八つの小塔もロマネスクとゴシックの過渡期を表している構造物である。戸口は三箇所あり、そのうちの北扉には安定ラミの銘が刻まれている。また、 北西の外壁には、ダビデとイザヤ像、そしてソロモン王とシバの女王が、セットで収められた壁画もある。これらの像も安定ラミの作とされる。内部洗礼堂の内部は、外部の構造そのままではなく、16面となっており、天井は16本の柱から伸びるリブが支えている。これらの壁面と、天井も大聖堂同様にすべてフレスコ画で、装飾されている。 壁画の装飾のない2階以降の層にはギャラリーがあり、その柱の間のいくつかの空間には安定ラミサクとされる浮き彫りと丸彫りの像が設置されている。中でも12ヶ月の儀人像と冬と春の儀人像については、労働や恵みへの感謝の表現として言及されており、パルマに限らず、北、イタリアで特に多く、結出した表現を持つ題材とされる。 といった彫刻が設置されている。併設されている司教館であるが、もともと11世紀半ばに建設されたものの、度重なる改修により、デザインが混沌としており、建築芸術としての重要性はない、とのことであるため、省略する。ベネデット・アンテーラミは、主にパルマ大聖堂の仕事で知られる12世紀末から13世紀の彫刻家である。また建築家であるともされる。 本節の記述は基本的に参考文献のおもとに記載する。客中に文献名についての特記がない場合はすべてこの参考文献のページ数を表す。安定ラミの名が入った作品は以下の2点のみである。安定ラミはその作風から現在のフランスのプロバンスあるいはさらにブルゴーニュ、ラングドックのあたりで彫刻を修行し、その後パルマへ来たとされる。または、 パルマ大聖堂での制作の合間にフランスへ修行へ行き建築も学んだとされる。この成果として大規模な建築彫刻工房の指揮者としてイタリア各地の彫刻をまた建築家としてパルマの洗礼堂やその他の町の大聖堂建設をも主導することになったとされる。その後はフランスから学んだ技術を近隣のトスカーナなどへ伝えたとされる。この影響については ニコラ・ピサーノが安定ラミの弟子だったとする説すらもあったとされる。されると記載しているのはいずれも、その直接資料がないために推測の域を出ない後世の芸術論によるためである。これまでに述べてきた2点しかない一次資料と、それに付随して述べた他地域への影響や建築家としての評価は安定ラミの時代から500年ほども下った18から19世紀に、 その当時の芸術論から発生した。これら一時資料に基づかない評価に対して20世紀中頃からは異論も出てきている。例えば、北イタリアのロマネスク芸術は古代彫刻を起源に独自に発展したフランスと違い、イタリアの宗教建築は各地のコムーネとの結びつきが強いという説である。また、フランス滞在は証明不可能であり、建築家でも何でもなく、 単に優れた彫刻家であったがために名文を残せただけであると申される。基本的に近代の芸術家と違って、この時期の彫刻家や建築家の名前は、ほとんど後世に伝わることがない。18から19世紀の芸術論と世相によって、課題評価されすぎているのではないか、という評価が出てきているのである。最近ヨーロッパで刊行された2冊の美術辞典には、それぞれに、 これら相反する評価が記載されているそうである。最寄りの空港はパルマ空港であるが、2013年2月現在、日本からの直行便はない。ミラノ、ローマから陸路で行く、または乗り継ぎ航空便を利用することになる。車、徒歩で行く場合、鉄道で行く場合、航空便については他の国からの便もある。本解説では、 本校そのものについての注釈でなく、用語、時代背景等の解説を行う。一部現在では、PDF 化されている資料も含む。文献に比して、アクセスの点で有利なため、その場合は URL を記載し、PDF の表記をしてある。ありがとうございます。